ンポン。私は葵、趣味は漫画ゲームアニメ鑑賞というオタクである。最近はデスクトップ、タブ、スマホを同時に使いゲーム実況とアニメを流しつつ漫画を読むのが日課となりつつある。オタク趣味を満喫する毎日。そんな中彼女たちの動画を見つけた、見た、そしてファンになった。何回か好意を伝えようと頑張ってみたが多分ちゃんと伝わっていない。そう、私はコミュ障なのである。頑張って好意を伝えよう。好意を伝える方法その1、目があったら微笑む。やはり人間表情が大事。お相手に好印象を与えるためには笑顔がとても有効です。もし気になるお相手と目があった時はあなたの可愛いエンジェルスマイルで好感度をアップさせちゃいましょう。ふむふむ、なるほど。でも私笑顔苦手だしな。せや、ふんふんふん。お、あかりちゃんかな、ついなちゃんかな。今日も元気に部活やっちゃいましょう。お、どなた。よし、つかみは OK。 ここで好意を伝える方法その2、親切にする。ごめん、いります。ん、どれどれ。頬を、素晴らしい繊細さ。さぞ優秀な名職人が斧が人生をかけて作り込んだのでしょう。イラスト屋でクリッピングかましただけです。すみません。私もそれなりの品を用意しなければ失礼というもの。しかしまたれ。私の顔とばった。キャー、せ先生の顔だ。嬉しい。キャー、バッタだ。バッタ、バッタだ。よし、今のところ流れは完璧。ダメ押し。好意を伝える方法その3、相手の動きを真似ることで好意を抱かせる行動手法。ミラーリング、行くぜ。ふふ、いいお面職人にもらっていただけて光栄です。ふふふふ、え、ふえ、ふえ、いや、無理だろ。こんにちは、おわ、なんや、あれ、今の子、ゆかりちゃん、なんかあったんか。お友達ができました。ほら、これ見たらわかるでしょ。何もわからんわ、ボケ。言ってたんや。あ、ねえねえ、これ見て。うっぱ、きっしょ。なんやそれ、ゆかり先生のお面。いやいや、こんなんきっしょいわ。早く捨て、いやー、無視ー。あー